ゲオルク・ミヒャエリスは、ドイツの法学者、政治家。第一次世界大戦中の1917年に、しばらく、ドイツ帝国の第六大帝国最相を務め、最初の引き属出身のドイツ首相である、ドイツ学協会名誉会員、シュレージエン地方のハイナウ出身、その後フランクフルトアンデアオーダーに移る、1876年から1884年にかけて、 ライプチヒ大学とビウルツブルグ大学で法律学を学んだ。この頃、ドイツ学協会などの政府交換の呼びかけで、官立ではないもののドイツ学協会学校が設置されており、当時の中ドイツ講師、青木修造もその設立に関わっていた。青木は法学博士の派遣をドイツ政府に要請し、ミハエリスが指名されたが、この時、ミハエリスはまだ博士号を持っていなかった。 しかし、ゲッティンゲン大学法学部長である、ルドルフ・フォン・イェーリングが、法学博士を与えるというので、現地に向かうと、面接だけで博士号が与えられた。これは、イェーリングの代表作、権利のための闘争の初の日本語訳が、当校の初代校長である青州によって、進められており、イェーリングは、その便宜を図るためにミハエリスへの博士号授与に、同意したためであった。 1885年日本に招聘され、1889年まで東京に滞在する。この間、ドイツ学教、海学校教頭、法学教授となり、法律学を講義した。帰国後、プロイセン王国政府に入り、1909年に大倉省事官となる。第一次世界大戦中の1915年に、プロイセン食糧庁長官に就任し、小麦やトウモロコシなど、 国物管理に当たった。帝国最相テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベークが辞任すると、1917年7月14日、公認の帝国最相プロイセン首相となる。1917年10月31日まで、最小の地位にあったが、帝国議会を中心とする政治家たちを懐従しようと、したドイツ軍参謀本部のパウル・フォン・ヒンデンブルクと、エーリ・ヒルデンドルフによって、 無能を理由に解任された。ミハエリスの後任には、すでに75歳の高齢であったカトリック教徒のゲオルク・フォンヘルトリング伯爵が指名され、新ポ党の領収であるフリードリ・ヒフォンバイアーが副宰相となった。辞任後、1918年4月1日から1919 19年3月31日まで、ポンベルンの上級長官を務める。ドイツ革命に際しては、 ポンメルンの労働者兵士評議会と協力したものの、プロイセンに成立したドイツ社会、民主党政権によって解任。その後は、経済界や学生組織、プロイセンのルーテル協会などの分野で活動する、かたわら、ドイツ国家人民等にも参加している。1921年に回顧録、我が障害国家と人民のために、を発表した。ありがとうございます。